五連獣は、かつて、日本で貴人の制裁を指していった継承のこと。江戸時代以降、江戸幕府により使用に厳しい制限をされるようになった。奈良時代以前には、五連獣という言葉は存在していなかった。平安時代中期以降、貴族の女性は、親兄弟といえども、りに異性に顔を見せてはいけない、という習慣が定着し、すだれや貴重を隔てて、 人に面会したことが語源と考えられる。ただし、平安時代の文献では、基人の制裁を指して、五連中」と書いたものは存在していない。戦国時代には、戦国大名の婦人を指して、五連中」と記述した文書が見受けられる。江戸幕府は、大名統制作の一環として、その性質の故障すらランク付けを行った。五代どころが、 将軍の性質に限られたのは有名であるが、同じように格式のある五連獣は、将軍の性質と五三屋の性質を呼ぶときのみに限定した。ただし、後に、徳川家なりの性質となった、島津康姫の場合、立場が微妙であったためか当初は、五円女様と呼ばれている。後に、五三教が誕生すると、五三教の役割は、 御三屋に匹敵するところから、御三教の性質も、御連中と呼んだ。なお、王政復古の大号令で、徳川義信の,の将軍辞職が認められると、幕府は、古将を五代所から御連中に改めるう布告を出した。ちなみに、それ以外の大名の性質は十万国以上が、御前様でそれ以下は、奥方であった。 また、将軍の娘を正室に迎えた場合は全く別の、故障が用意され、夫の官位が、十三人以上なら、御主殿様、正四人以上以下なら、御住居様であった。明治維新後の幕藩体制の崩壊に伴い、こうした故障も耐えた。ありがとうございます。